球は大混乱になっていた。サソリ座に根拠地を持つ宇宙人が7つの衛星ロケットで地球を襲ってきたのだ。そして無条件降伏しない限り人類を皆殺しにすると言ってきた。そこでこれを迎え撃つために五号輪大佐を総指揮官とする地球防衛軍のロケット隊が出発した。その中にロップ、ミリア、テックスが乗り組む銀河少年隊のミスター6ももちろん参加している。サソリ座ロケット隊の編隊に近づいてきたぞ。やすやすと負けてたまるものか。原子ミサイル砲の威力を見せてやるぞ。頑張ってね。宇宙人の奴隷なんかなんの嫌だわ。やっつけるのはこの俺に任せてくれってんだ。宇宙人の青2歳目、薄汚いロケットに乗りやがって。あっ、五号輪大佐のロケットが突入していく。敵持ってきたぞ。おい、テックス。こんちき証明。第3ロケットが爆発したぞ。みんなやられてるわ。あ、助けてくれ。おい、テッチ、しっかりしろ。反動だ。非常エンジンをかけろ。旧防衛軍は全滅してしまった。世界連盟大統領フルンソンはテレビ放送で全世界に演説をした。世界の諸君、今や地球の最後である。我々はあらゆる抵抗をやめ、神に祈りながら宇宙人の憐れみを期待しよう。一方、ミスター6はサソリ座ロケットの攻撃を受けてロッキー山脈の真ん中に不時着していた。テックスは気絶し、ロップとミリアの解放で今正気に帰ったわけである。だらしがないわね、テックス。宇宙人め、思い知ったか。思い知ったのはあんたじゃないの。おや、あんなところに変な建物があるぞ。秘密基地だ。あ、サソリ座ロケットが着陸している。銀河少年隊のミスター6は用心深く秘密基地に近づいていく。おかしいぞ。建物の中からフルンソン大統領が出てきた。いやいや、お前たちは銀河少年隊だな。この秘密基地を見つけられたからには生かして返さぬぞ。サソリ座ロケット隊とは真っ赤な嘘。あのロケットに乗り組んでいるのはわしの手下どもさ。どうだ、驚いたか。わしは地球上の富を独り占めにし、人類をみんな奴隷にしてやる。それ、みんな、このチンピラどもをやっつけてしまえ。そうはいかんぞ、フルンソン。原子ミサイル砲で秘密基地をやっつけよう。テックス、今度はしっかりね。Thank you.
こうして秘密基地は全滅し、ブルンソンの野心は失敗した。銀河少年隊は再び次の使命に飛び立っていくのである。